では再開していきます。ペーパーマリオ RPG やっていきたいと思います。ワッホイブッチです。前回はこれかな、これそう、マリオがコロコロ、マリオがこんなになっちゃったんだよコロコロ動けるようになるという恐ろしい呪いをかけられてしまい、まあこれでね、まあオドロン G までやってきたという感じです。で、おそらくまあここだよね。ここから無事に抜けていけばいいと。嘘。何気にさ、この音さ、これマリオストーリーの時のジャンプの音じゃない？こっちはほら、マリオの声がするからさ、あのマリオのジャンプの声でさ、ジャンプの音ないけど、これってさ、ほらマリオストーリーの音だ多分。すげえ、こんなのがあるんだ。で、おー、なんだ、オドロン寺院とは聞いていたけど、あ、鍵が左上にあったね。あ、なんかあるやん。早速行けそうなところに行ってみる。フリー。え、ラッキー、社員だ。社員と？お料理の本、かなり古いお料理の本、お招き上手が書いたもの？何、お招き上手？で、ここにキラキラしてるのが。オッケーオッケーオッケー。アイス殴り、うまくいくと敵を氷にして少しの間動けなくする。へえ、こんなアイテムあるんだ。氷ね。ってことは火の敵によく効くのかな、アイスの力的な。これなんかこういうところになんもない、情け。ラッキーラッキー、たまたま気づいてよかった。じゃあ帰ろう。よし、でだよ。あ、手前にも扉あるやん。お、テレサ、仲間が捕らえられてしまった。一人ぼっちは寂しい。そうか。仲間が捕らえられてしまった。一人ぼっちは寂しい仲間が、だー、進ませてくんないの。こっちは、あ、こっちも同じか。仲間がいなくなってしまった。へえ、星だ。あ、押せる、押せるじゃん、押せるじゃん。うー、お、あ、なんか、クラウドさんの出番かな？フリー。おー、こっちもいける？あ、違う。え？え、なんか、何これ何これ、あ、やった、フラワー接着マジで？マジでフラワー接着手に入っちゃった。星のかけらで交換しないで普通に手に入っちゃったじゃん。ラッキーラッキー。でもね、もうバッチポイント全然ないんだよ。15しかないからさ、フラワー節約つけるにもなー、つけるにもなーって感じなんだよな。で、何これ、乗れない。何これ、何もないのか。ん、裏内側から鍵をかけられているようだ。ほう、これあ、違う違う。話しかければいいのか。おー、テレサいっぱい出てきたー。あはははは、うふふふ、キャハハハ。え、出てきた。突然ですが、ここで問題です。今、この箱から出てきた私たち、全部で何匹でしょう ?50 匹、100匹、200匹、わかるか ?200 匹。当たり、当たった。すげえ。これあげる、裏飯。ウルトラキノ、またどこかで会うかも。ありがとう。やったー、え、マジでウルトラくれたよ。いいの、え、こんな感じでウルトラキノコバンバンくれるの、わかんねえよ。やったー、ラッキー。え、でもこれ仲間捕らえられてたんでしょ、一人ぼっち寂しいっつってたでしょ。でも一人ぼっち寂しいのが二人いれば、それは二人なんじゃないかっていう。クスクス。何笑ってるの。僕をいじめる、いじめる、いじめない。俺、テレサには優しいよ。いじめないよ。ほんとだなー、でっかくなって。さあ、出ておいでー。え、でも、お前らが喧嘩を売ってくるなら、俺は容赦しねえよ。
待て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 、多すぎ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 。あー、キャハハハハ。何笑ってんねん。なんか集まってきてない？なんかマリオに突き刺さってるよ。何これ何これ、持ち上げられた。なんで外ですんだよ。なんで外出さないで。来るな来るな来るな、こっち来るな。こっち、あ、こっち行けるようになった。あ、敵いるやん。あれ、これってなんか見たことある、この敵。バサバサだっけ、ほら。これバサバサじゃない？はいはい、クリスチーヌ。はい、ほらバサバサだ。はいはい、バサバサよ。バサバサとは、バサバサと羽ばたくからこの名前がついたのかしら。ナイスなネーミングセンスだわ。私的にヒット。まあそれはそれとして、最大 HP6、 攻撃力3、防御力は0よ。天井に張り付くのが好きみたい。どうにかダメージ与えれば天井から離れるわ。そうなったら攻撃のチャンスよ。オッケー、とりあえずこいつ倒しちゃおう。はい、普通に来たな。普通に来るやん。で、俺地震アタックつけてたよね。オッケーオッケーオッケー。オッケー、これで下がって、下がってきて、あとクリスチーヌの頭突きでアクションコマンド成功で、オッケー。オッケー、おいしょ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 。でだよ、バサ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 。あじゃあさあ、アイテムのこれ使おう。ゆらゆら地震、フリー。おお、いや普通に揺れただけって。あ、オッケーオッケー、ラッキーラッキー。背景倒れてくれたおかげで、オッケーラッキー。強いね、アイテムが。ゆらゆら地震もっとある。な、なにこれ、スイッチがあったら押してみる。嫌な予感がする。やべえ、嫌な予感がする。嫌な予感がする。ん？え？どうなった？この辺さ、なんか手前に 出れたりしない？しないか。こっちも情けだし。これはいいのかな？先進んじゃっていいのか？こっちか？ここは一体どこ？階段？ん？ああ、上来たんだ。上だ。テレスいっぱいいる。やめて、やめて、やめて、やめろ、やめろ、来るな、来るな。こっち来るな。鍵だけ取る。てい。オッケー、鍵取った。どうしよっか。どうしよっか。降りて、こっちの扉入りたい。いやだ。ここも同じ外かな。あ、外っぽい。こい、ちょ、これ空中がさ、どうだろう。ミニミニ卵ってこれ投げられるのかな。てか、クラウダさんって、クラウダさんってさ、天井攻撃できるの？お！テレサが敵でいるだと？お前裏切ったな。これ、一応天井攻撃できるね。オッケーオッケーオッケー。じゃあまあでもあれだよ、クリスチーヌ。テレサが敵になってる。俺レサレサお嬢様と知り合いだぞ。いいのかてめえ。テレサよ、おなじみのお化けね。最大 HP7、 攻撃力3、防御力は0。攻撃力は大したことないけど、自分や味方を透明にする技を持っている。あのテレサの服を技として使えるんだ。透明になるとこちらからの攻撃が当たらなくなるから、実体がある間にやっつけるのよ。テレサって顔はなんとなく愛嬌があるけど、やっぱり真っ暗なところでは会いたくないわね。もし夜中のトイレであったら、私、これ以上はレディの口からは言えないわ。そりゃそうだ。そりゃレディの口から言っちゃいけない。あ、失敗した。どういう攻撃してくんのかな。
いやもうなんだ、攻撃せんのんかい。お主攻撃せんのかい。甘子をさ、あ、無理か。あ、ミニミニ卵は当たるね。これダメージ与えられるのかな。やってみるか。光るタイミングで A を押せ。あ、ちょ。難かった。シンプルに難かった。思ったのと全然違ったわ。クルリンジャンプでこいつ倒せる。オッケー、グッド。で、6ダメージ当たった。オッケーオッケー、クルリンジャンプ強いね。あ、透明になりやがった、あいつ。これ何もできないよ。この間俺何もできない。これ何もできんやんけ。防御でいいや。スターパワーも満タンだから防御でいいや。あ、バーって言ってくるの。ビンタではないんだ。オッケーオッケーオッケー。じゃ、もう一回ミニミニ卵やらして。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、カラー、色とりどりの卵。いいね、いいね、ミニミニになった。おー、なるほどね。はい、はい。ヨッシーの卵の色は反射回数にかかってくるぞ。これわかる人いるのかな？ヨッシーアイランドでね、黄色、あの、緑の卵は3回反射するとかあるんですよ。詳しくはヨッシーアイランドやってくれ。よし。よし。あ、これいけるんじゃね？これいけるでしょ。ほら、いけた。絶対こういうとこいけるとこあるって思ってたよ。え、こっちはいけないのか。こっちがいけるのか。あ、また、スイッチ。なにこれ。え？黄金葉っぱ。黄金、うん、オドランジーンとれる幻の葉っぱ。FP が10回復する。ラッキー。なんかこれ、使えるのかな？でも FP10 って、結構強くない？不思議な卵がいらねえな。不思議な卵いらねえな。どうしよう。これ預けてくればよかったな。お店がさ、豚の一件を解決しないとさ、お店が使えないからしょうがないんだよね。いいよ。え、これもおっしゃっていいだろう。これあれかな？橋っていうかさ、足場が出てきてたんじゃない？もしかして。さっきさ、階段、多分、本当はなかったんじゃない？あ、ちげえ。なるほど。階段が動くんだ、多分これ。これ多分ダメじゃない？落ちるよね。そういうことだ。ってことは、もう一回こっち側を押せばいいんだ。どうしよう。ちょっとスーパーキノコ使ってさ、もう一個黄金葉っぱ取ろうか。一番 HP 減ってるのクリスチーヌか。でもマリオの体力2減ってるから。ちょっと、マリオ優先しとこう。もう一回ちょっと黄金葉っぱ取ってきます。で、ここもう一回叩いて、これで、オープン。ほら、やっぱり、階段が右左に動いてただけだ。これで右側に入れる。右側に来てるから、一番右？右つか、一番奥側に来てるから、これで、扉あったよね。お、セーブポイントあるじゃん。テレサ邪魔！オッケー。扉開けて、先に進もう。あ、ステータスか。回復、いいや、回復。あ、ダメだ、FP が。FP がねえわ。よし、登っていこうか。これ、よし、でも登れる。オッケー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 。なんでセーブと回復ポイント、もうボス来るのかな。早くね。ちょっとじゃあ、クリスチーに変えとくか。まあ、変えとく必要もないんだけど、素早く変わるのおかげで。こらこら。僕のくつろぎの時間を邪魔するのは誰だ？こいつが村長が言ってた化け物？化け物って言うな。なんだお前ら、まさか僕をやっつけに来たのか？あいにく僕は次のいたずらを考えるのに忙しいんだ。さっさと帰ってくれよ。って言ってもどうせお前らはおとなしく帰ったりしないんだろ。あれ？こいつはなんだっけ？化け化けだっけ？はいはい、わかりましたよ。そうです。僕が村の人たちを豚に変えてあげました。
あら、開き直っちゃったわよ。あなた、なぜ豚の人、村の人たちを豚に変えたのよ。そりゃあいつら、いつも暗くてブツブツ言ってつまらなそうだからさ。どうせならブヒブヒ言う方が面白いかなって思ってさ。それで豚に変えてるのさ。なんか文句ある？まあ、文句があるからここまで来たんだろうけど、いいよいいよ、遊んでやるよ。ボス戦？マジかよ。え？はてなはてなはてな。名前がわからないね。え？おかしいわ、こいつのことが載っていないの。一応似ている怪物なら載ってるんだけど、やはり名前はわからないわ。最大 HP40、 攻撃力は4、防御力は0、名前載ってないのにステータスはわかる。得意技は自分や他のものを変身させること。もしかしたらその力で村の人を豚に変えたのかもしれないわ。そうだとしたらなんてやつなのかしら。へえ、なるほど。まあ、ガツン殴りでいきまーす。あ、やべ、アクロバットやりました。あ、霧がね、出るとめんどくさいんよ。水？うっしゃ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 。じゃあこっちも遠慮なく攻撃させてもらうよ。いや、はいえ。よく俺反応できたな、あれ。どうすっか。ほんとね。ほんとね。ノコ太郎にして、甲羅の守り貼っとこ。あ、ちょっと失敗した。だいぶ失敗したわ。じゃあまたガツン殴りで。当たんねえし。あ、相手も当たんないね。で、クワマコかな。ミニミニ卵当たるかな。オッケー。ちっちゃくなっちゃえ。おお、攻撃力マイナス2になった。素晴らしい。じゃあガツン殴りで。なんかあれだね。おお、弱え。めっちゃ弱えぞ、こいつ。おお、よし。はい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 、へい。一個ランク上がってるから、ヨッシーもね、ダメージが5まで与えられるようになってます。これ結構強いよね。はい、オッケー。あ、また霧出てきたよ。なかなかやるね。ちょっと見直しちゃったよ。あ、そうそう。村の人を豚にかけてしまう呪いだけど、あれは魔法の力の保温の一部なんだよね。せっかくだからお前らにとっておきの魔法を見せてやるよ。え？聞いちゃった。マリオをコピーした？影マリオ？どうよ、この魔法の力。お前らは自分たちと戦うことになるんだよ。どうするよ。影って、影であった。失敗するんかい。OK。 あ、こっち当たるね。ラッキーラッキー。でもヨッシーのコマンドがね、地味にね、人差し指結構痛くなる。あー、失敗か。あおー、スーパーブーツの攻撃力はあるんだね。この R 連打って結構きついんだよ。R 連打って結構きついんだよね。てかさ、キューブのリモコン結構うるさい。これマリオ。オッケー。バケバケみたいな感じで、なんつうの、バケバケっていたじゃん。リーだっけ、あの道場にいたやつ。あいつらはさ、あの色まで全てそっくりそのままなのに、こいつはなんか輪郭しか化けてない。シャ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 。そんなバナナ。誰が面白いこと言った。誰が面白いこと言ってた。じゃなくて、そんなバカな。全然強くなかったね。うん。スターポイントも20しかもらえてないし。お、え？スターストーン持ってんの？スターストーンをゲットした。え？ステージ3じゃねえ。ステージ4短すぎない？え？ステージクリア。
オドロン寺院の化け物を倒し、マリオは4つ目のスターストーンを手に入れました。今頃呪いが解けた村の人たちも、人たちは元の姿を取り戻していることでしょう。全ては順調。7つのスターストーンを集めるのもそう遠くはなさそうです。明るい未来に向かってマリオは意気揚々とオドロン寺院を後にします。セーブしますか。ということで、じゃあ今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。また次回のパートでお会いしましょう。よろしければチャンネル登録、高評価もお願いします。バイバイ。